エピメテウスは土星の第11衛星である。同時期に発見された土星の第10衛星ヤヌスと軌道を共有する特殊な状態にあることが知られている。二つの衛星が軌道を共有し合うという特殊な状態にあることから、エピメテウスの発見は複雑な経緯をたどっている。まず、1966年12月15日に、 オドゥワン・ドルフィスが新たな衛星と思われる天体を発見し、その後16、17日にも検出に成功している。この発見は国際天文学連合のサーキュラーで翌1967年1月3日に公表されている。ドルフィスはその後もこの衛星を観測し続けており、衛星の名称としてヤヌスを提案している。一方でドルフィスが 初めて検出した3日後の1966年12月18日にリチャード・ウォーカーが同様の観測によって土星の衛星と思われる天体を発見し、翌1967年1月6日に国際天文学連合のサーキュラーで公表された。この時に発見された天体こそが現在エピメテウスとして知られている衛星であるが、当時は 同じ軌道には一つの衛星しか存在していないと考えられたため、この天体はドルフィスが発見した衛星と同一の天体だと考えられた。しかし検出報告から12年後の1978年になって、スティーブン・エムラーソンとジョン・ W ・ファウンテンによって1966年の一連の観測結果は非常に似た軌道上にある。 別々の天体によってうまく説明できることが示された。1980年のボイジャー1号の観測によってこの結果が裏付けられ、ラーソンとファウンテンはウォーカーと並んで公式にエピメテウスの発見者に名前を連ねることとなった。1979年から1980年にかけて多数の土星の衛星の発見が国内外の天体観測者から報告されたが、 そのうちの多くが後に同一の天体であることが判明している。エピメテウスもこの時期に複数回発見されている。1979年にはパイオニア11号の観測によってエピメテウスだと思われる天体の2枚の写真が撮影され S1979S1 という仮符号が与えられている。ただし観測の不定性が大きく、 信頼性の高い軌道を計算することはできなかった。また、エピメテウスと同一だろうという推測はされているものの、確定はしていない。1980年2月26日に、ハワイ大学のデール・クルック・シャンクによって、新しい衛星の発見が報告され、S1980S3 という仮符号が与えられた。この衛星は後に、 リチャード・ウォーカーが発見した衛星と同一であることが確認されており、国際天文学連合の天体の命名に関するワーキンググループでは、クルック・シャンクもエピメテウスの発見者として扱われている。その他にも、1980年のうちに S、1980S4、S、1980S5、S、1980S8、S、1980 S 8 S 1980S11S1980S15S1980S16S1980S17S1980S19 の発見が報告されているが、これらはすべてエピメテウスと同一の天体であることが判明している。エピメテウスの名前はギリシア神話におけるテーターンの一人エピメテウスにちなんで名付けられた。 同じく土星の衛星名の由来となったプロメーテウスの弟である。正式に命名されたのは1983年9月30日であり、同時にサターンクシーという確定番号も与えられている。発見の節で触れた通り、発見当初はヤヌスと同じ天体だと考えられていたため、非公式にヤヌスと呼ばれていた。また、複数のカリフ号を持っている。なお、 ヤヌスの名称も、エピメテウスの命名と同時に、国際天文学連合に承認されている。ヤヌスとエピメテウスの軌道の交換。互いに接近する4年ごとに、お互いの軌道を入れ替えている。回転座標系に乗って描写したヤヌスとエピメテウスの、馬邸系軌,軌道。エピメテウスとヤヌス。軌道を交換した2ヶ月後の2006年3月20日に、カッシーニンが撮影したもの。 両者は実際には4万 km ほど離れているが、短縮遠近法の影響で近接して見えている。エピメテウスはヤヌスと光転軌道を共有している。ヤヌスとエピメテウスの軌道の半径は平均して 50km しか離れておらず、これは衛星の直径より小さい。内側を周回する衛星の方が光転速度が速く、1日あたりおよそ0.25度だけ、 外側の衛星より先に進むため、次第に外側の衛星に追いついていく。内側の衛星はそのままでは衝突してしまうように思われるが、数万キロメートルまで接近すると、重力相互作用により、内側の衛星の運動量が増加し、逆に外側の衛星の運動量は減少する。直感的に解釈すると、内側の衛星が外側の衛星に追いつきそうになったとき、 高転方向の前方にいる、外側の衛星からの重力に引かれて、運動量が増加し、その結果として軌道半径は大きくなる。逆に外側の衛星は追いついてきた内側の衛星から高転方向後方に引かれることになるため、運動量が減少し、軌道半径は小さくなる。その結果、内側の衛星と外側の衛星が軌道を交換することとなる。 追いつかれそうになった衛星は内側の軌道へ移って肯定速度が大きくなり追いつきそうになった衛星は外側の軌道へ移って肯定速度が小さくなるため二つの衛星は再び離れていくことになるこのため両者の距離は1万 km より接近することはないエピメテウスとヤヌスはこのような軌道の交換を繰り返し衝突することなく安定に好転している 両者が遭遇するたびに、エピメテウスの軌道半径は約 80km、ヤヌスの軌道半径は約 20km 変化する。変化量が異なる理由は、ヤヌスがエピメテウスよりも4倍ほど質量が大きく、軌道の変化の影響を受けにくいためである。二つの衛星が軌道を交換してから約4年で、再び内側の衛星が、外側の衛星に追いつき軌道の交換が起こるため、 軌道の交換は約4年ごとに起こる。例えば最近では2006年1月21日に確認されており、2010年、2014年、2018年に発生する。こういった軌道共有関係にある太陽系内の天体は他には発見されていない。この軌道の交換という現象は軌道力学の観点から見るとエピメテウスとヤヌスが1位。 一の平均運動共鳴を起こしていることを意味する。遠征限三体問題において、土星を中心天体とし、同程度の質量を持つ天体二つが、遠軌道で交点しているという状況である。土星を中心とした適切な角速度の回転座標系に乗ってエピメテウスとヤヌスの運動を記述すると、両者は自身の馬蹄形軌道を往復する運動を行っていることがわかる。 お互いの馬底形軌道の先端で遭遇して運動量をやり取りして引き返していく様子が実行的に軌道を交換している状態に相当する。戦術の軌道半径の変化の違いもエピメテウスとヤノスの質量の違いを反映した馬底形軌道の大きさの違いに対応している。両者の質量が同じであれば馬底形軌道は回転座標形で見て対称な形状となり、 遭遇のどの軌道半径の変化量もお互いに同じになる。一方で、片方が極端に重い場合は、重い天体の馬底形軌道は極めて小さくなり、回転座標形では軽い天体が360度に及ぶ馬底形軌道を往復するような運動をすることになる。この場合は軌道を交換しているというよりは、完成形で見ると軽い天体が重い天体に、 接近するたびに内側の軌道と外側の軌道を行き来しているような運動をすることになる。エピメテウスの表面には直径3 0トルを超える複数のクレーターと大小様々な尾根のような構造と溝が発見されている。エピメテウスとヤヌスは共通の母天体の破壊によって形成されたとする考えがある。もしこれが正しい場合、破壊は惑星、 衛星形成の初期段階で発生したはずである。これは表面のクレーターから推定されるエピメテウスとヤヌスの表面は非常に古いというのが根拠である。天体の大部分は氷でできていると考えられるが、エピメテウスの平均密度は0.640グラムマイ方センチメートルであり、これは氷の密度よりも低い。そのためエピメテウスは 衝突で発生した破片が重力で緩く集まってできたラブルパイル天体であると考えられる。アルベドが非常に高い値であることも、この天体の主成分が氷であることを指示している。南極部分には南半球全体に及ぶ衝突クレーターの痕跡と思われる特徴が見られ、南半球がいくらか潰れたような形状をしている原因である可能性がある。 エピメテウス表面で見られる地形には2種類あり、滑らかで暗い表面の領域と、明るくわずかに黄色っぽい破壊された領域である。表面の際の解釈としては、暗い領域の物質は斜面を滑り落ち、明るい領域よりも氷の含有量が少ない岩盤のような部分が見えているという説がある。2006年の土星探査機カッシーニによる前方三乱光の観測で、 エピメテウスとヤヌスが交点している領域に薄いゴミの管が存在することが判明した。この管は半径方向に 5000km ほどの広がりを持っている。この管はエピメテウスとヤヌスの表面への隕石衝突によって発生したゴミが交点軌道周辺にばらまかれた結果として形成されていると考えられる。また、エピメテウスはヤヌスと共に 土星の間の A 管の維持に関与していることが分かっている。両者は共に A 管からはやや離れているが、7、6の軌道共鳴によって A 管の明瞭な円を形作っていると考えられている。共鳴を起こす軌道は内側の軌道であり、質量の大きいヤヌスが内側の軌道にいる時の方がこの影響が顕著である。ありがとうございます。